星野仙一、清原和博、金本智明、中田翔。睨まれたら相手選手は思わずビビってしまう武闘派として知られています。しかし本当に恐れられたのは闘志をむき出しにするいかつい風貌の彼らではありません。温厚そうで人懐っこい笑顔の奥に隠された本当の恐怖。今回はそんな絶対に怒らせてはいけない3人のレジェンドを紹介します。この動画を見ると絶対に怒らせてはいけないプロ野球レジェンドがわかります。このチャンネルではプロ野球レジェンドの逸話を詳しく解説した動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。ユニフォームを着ていなかったら任侠映画のワンシーンかと思ってしまう頑固。牛島和彦は昭和50年代に中日とロッテでリリーフエースとして活躍しました。昭和62年には最優秀救援投手のタイトルも獲得し、通算126セーブを挙げたレジェンドです。引退後は平成17、18年に横浜で監督も務めた牛島は、高校時代から数々の武勇伝を残している絶対に怒らせてはいけない男なのです。昭和52年、牛島和彦は浪商高校に入学し、ドカベンの愛称で知られる香川信行とバッテリーを組んで3度の甲子園出場を果たしていますが、当時浪商はヤンザ養成学校と揶揄されるほど柄の悪い高校でした。事実、昭和40年代に関西の武闘派と言われた組織の組長で、後に画家へ転身した山本厚夢は浪商野球部出身です。ちなみにこの時、山本のチームメイトに日本プロ野球最初の3000本安打を記録したレジェンド張本勲がいます。牛島和彦は当時浪商の総番と呼ばれていたと言われています。牛島より2歳年上で、中学高校では喧嘩に負けたことがなく、大阪ではその名が響き渡っていた元プロボクサーで俳優の赤井秀和をして、僕なんかより牛島さんの方がやんちゃだったと語っているほどです。牛島は野球部で練習に来ないが試合で結果を出すだとか、試合中にピンチになり監督が伝令を送ると、投げてるのは俺や、黙って見とけと追い返したという伝説があります。これに対して牛島本人はデーブ大久保チャンネルに出演した際に、練習しなかったのは腰を痛めていたからで完治しないまま頼まれて、投げたらノーヒットノーランを達成したことが元になっていると語っています。また伝令については、それまでしたことのない敬遠のサインが出たので、伝令に来た同級生の部員が柔らかく言い直して監督に伝えると思って言ったと認めています。高校3年の選抜高校野球大会では準優勝、夏の大会ではベスト4にチームを導いた牛島は、昭和54年のプロ野球ドラフトで中日に単独で1位指名され入団します。このドラフトで6大学の花形選手だった早稲田大の岡田彰布や、社会人野球日本交換で活躍し日本代表にも選出された木田勇に指名が集中します。これは選抜準優勝投手でありながら、素行の悪さがプロ球団に知れ渡っていて、各球団が回避する中、当時中日監督の中俊夫と現役晩年だった星野仙一がフロントを説得しての指名でした。中日と契約した牛島は自分を指名してくれた恩人の一人とも言える星野の前にリーゼント姿で現れ、それを見た星野は「俺が鍛え直してやる」と言ったそうです。これについても牛島はデーブ大久保チャンネルで、野球部を引退した後にかけたパンチパーマが伸びただけと語っていますが、高校生でパンチパーマなので全く言い訳にはなっていません。入団2年目に中継ぎとして1軍に定着した牛島は、3年目の昭和57年にはリリーフエースとして8年ぶりのリーグ優勝に貢献しますが、昭和61年オフにロッテの主砲だった落合博満と1対4のトレードでロッテに移籍、平成元年には先発に転向して12勝を挙げるなど活躍しますが、怪我に苦しみ平成5年シーズンをもって32歳で引退します。その後解説者を経て平成17年に横浜ベイスターズの監督に就任します。冒頭の画像は横浜監督時代、審判に抗議している場面です。監督時代もその恐ろしさが時々顔を出します。牛島は平成17年5月28日に不振で打順を7番から9番に降格させた村田修一に、9番の次の打順は何だと問いかけ、村田が1番ですと答えると、アホか、次はないんじゃと一喝。その試合で決勝ホームランを放った村田はヒーローインタビューで、生死をかけて打ちましたと語っています。監督時代の牛島は無表情でベンチに座っているが、目は笑っていない。審判に抗議する時にはやんざ顔負けの眼光で睨みつけるとファンも恐れていて、選手時代に在籍経験のない戸様監督でありながら、最下位に低迷して引責辞任することになった時にもファンからの批判はさほど大きくありませんでした。
牛島和彦を並小高校に誘ったのは、東高 OB で当時巨人のレギュラー外野手だった高田茂です。もともと牛島は並小に入るつもりはありませんでしたが、一度食事にと言われて行った先に並小 OB の高田がいて、直接誘われその場で進学することを決めたそうです。断れなかったというのが正しいのかもしれません。睨まれたら最後、その場ですくんでしまいそうなこの鋭利な眼光。絶対に怒らせてはいけない男の二人目は高田茂です。高田茂は昭和36年に並小高校に入学、野球部では1年から背番号をもらいベンチ入り。後に東映フライヤーズで活躍する投手尾崎幸雄を擁して出場した夏の甲子園で、病気で出られなくなった左翼レギュラーに代わって2回戦から出場、チームは優勝を果たしています。その後明治大学に進学すると、1年次から7期連続で東京六大学ベストナインに選ばれるなど活躍し、昭和42年ドラフト1位で巨人に入団します。当時巨人は3年連続で日本シリーズを制していましたが、その日本一のメンバーに入り1年目からレフトでレギュラーに定着。その後9連覇まで続く巨人の黄金期を支えます。スター選手だった高田の現役時代の逸話に、温厚そうな表情に隠された武闘派の顔が垣間見えます。昭和50年は張本勲がトレードで日本ハムから巨人に移籍してきます。張本は日本プロ野球初の3000本安打を達成したレジェンドです。引退後も歯に衣着せぬ発言で長く球界のご意見番として活躍しています。張本は高田より5歳年上で、さらに並小の先輩です。何より張本自身が暴れん坊の異名を取る武闘派で、中学時代にヤウンザを半運死にしたなど武勇伝を数多く持っています。しかし高田は巨人では俺の方が先輩と言い放ち、張本に対してタメ口で通しました。当時エースだった堀内恒雄が巨人は入団した年に関係なく年功序列、一つでも年齢が上ならさん付けで呼ぶと語っています。それなのにおい張本と呼び捨て、さらに同活まがいのことまで言っていたようです。また明治大学の1年後輩で武闘派の代名詞のような星野仙一は、球界で唯一高田だけが頭の上がらない存在でした。星野は番組で、高田さんが温厚そうに見えるなんてとんでもない、本当の高田さんを知らないだけだよと語っています。昭和55年、高田は35歳で13年間の現役生活を終え、以降は解説者を経て日本ハム監督、巨人コーチ、二軍監督、日本ハム GM、ヤクルト監督、DeNA GM を歴任します。 DeNA の GM を務めた平成26年5月、トニ・ブランコの故障により一軍登録され4番を任されていた中村典弘が、自分の打席では走者を動かさないで打撃に集中させてほしいと訴えたことを当時の中畑清監督が采配批判だと激怒、即座に登録抹消となり、その後一度も一軍に昇格することなく10月に戦力外通告を受けます。中畑監督が怒ったのは確かでしょうが、一軍登録を抹消させることはできても戦力外にすることは監督の権限を超えているでしょう。もともと中畑を監督に招聘したのは高田茂だったこともあって、本当に激怒したのは高田であったとも言われています。星野仙一、張本勲、名だたる武闘派のさらに上を行く高田茂は球界一恐ろしい男と言われています。そんな男を怒らせてはいけません。関根純三がプロ野球選手として活躍したのは昭和20年代から30年代なので、野球中継の解説者やプロ野球ニュースのコメンテーターとして知っている野球ファンがほとんどでしょう。温厚そうでいつもニコニコしているおじいちゃんというイメージですが、実は絶対に怒らせてはいけない男だったのです。関根は旧制日大三中に入学しますが、野球部では甲子園出場できず法政大学に進学します。法政大では4年間エースとして活躍し、戦後初のリーグ優勝に導きます。通算40勝は現在でも東京六大学通算勝利数5位の記録です。卒業後の昭和25年、近鉄パールスに入団します。関根が在籍していた時代、近鉄はほぼ B クラスだったので勝利数こそ伸びませんでしたが、エースとして8年間投げ続けます。その後肩の故障もあり、昭和32年に野手へ転向します。もともと元祖二刀流ともいえる打撃力があり、昭和40年38歳で引退するまでは打者として活躍します。平成25年に外野手でオールスターに選出された大谷翔平は翌26年に投手として選出され、投打両方でオールスターに選出された2人目の選手となりました。1人目が関根純三です。関根は大谷が現れるまで半世紀以上の間、投打両方でオールスターに選出された、
ただ一人の選手だったのです。引退後は解説者から広島、巨人のコーチを経て横浜大洋監督に就任。その後再び解説者を経てヤクルト監督に就任します。太陽、ヤクルトで通算6年間監督を務めましたが、 A クラスは太陽での一度だけ。しかし太陽では遠藤和彦、屋敷要、高木豊から長く主力を務める選手を育成し、ヤクルトでも池山貴弘、広沢克美、荒木大輔、畑真嗣、富樫健二など次期野村克也監督下で黄金時代を築くメンバーを育てました。そんな隠れた名将ともいえる関根純三ですが、若い頃から口より先に手が出るタイプでした。日大三中時代からの盟友根本陸夫は関根について、純ちゃんは見た目は紳士だけど中身はヤウンザ、あいつはインテリヤウンザ、絶対に怒らせてはいけないとあまりにもはっきりと語っています。根本自身もかなりの武闘派として知られており、関根は平成24年に出版した著書の中で、僕も根本も売られた喧嘩は勝ったと書いています。また現役時代は巨人の名ショートとして活躍し、巨人や西武などで監督を歴任した広岡達郎も、関根さんは怒らせてはいけないと語っています。関根純三のにこやかな表情の裏にある恐ろしさが垣間見えるエピソードがあります。広島コーチ時代、後に日本プロ野球不滅の2215試合連続出場を成し遂げ、国民栄誉賞を授与される衣笠祥代が寮の門限を破り深夜に帰ると、玄関で関根が待ち伏せしており、それを見た衣笠は説教されると覚悟しました。しかし関根は笑顔で、さあ素振りをやろうかとバットを手渡して、朝まで素振りをさせました。素振りが終わった後、やるだけのことをやってから遊びに行けよと言われた衣笠は、怒られる以上に怖かったと語っています。またヤクルト監督時代にはピンチになるとマウンドに行って、ピッチャーの川崎健次郎や内藤直之に何やってるんだと笑顔で言葉をかけながら足をグリグリ踏みつけたと言います。笑顔でこれをされたらかなり怖いです。選手時代は万年最下位と言われた近鉄に所属し、監督になっても B クラスばかりだった関根純三は現役で一度だけ優勝を経験しています。昭和40年、近鉄から巨人に移籍し、リーグ優勝して日本シリーズにも代打で出場しヒットを打っています。関根にとって初めてのポストシーズンであり優勝でした。そしてその結果に納得したのか、この年限りで関根は現役を引退しました。関根が現役最後で初めて味わったこの優勝は巨人9連覇最初の優勝です。そしてその3年後、2人目の怒らせてはいけない男で登場した高田茂が巨人に入団し、 V9 時代を支えていくことになります。牛島和彦は横浜監督就任1年目、自身の活躍の場でもあったリリーフ陣を整備し、それまで3年連続最下位だったチームを A クラスにまで押し上げました。高田茂は横浜 DeNA の GM としての7年間でチームは CS 出場を争えるようになり、平成29年にはシーズン3位ながら日本シリーズ出場も果たしています。関根純三は監督時代にチームが好成績を上げることはありませんでしたが、その後チームの中心になる選手を多く育てています。絶対に怒らせてはいけない男、普段は温厚な人が怒った時、そのギャップも怖さの一因でしょう。しかも今回登場した3人のレジェンドは若い頃の武勇伝を数多く持っています。彼らが指導者として結果を残しているのは、怒らせたら大変なことになると感じた選手たちが必死に頑張った成果なのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。